DH 大谷翔平のをついに 6.9 に到達してしまう。ドジャースの大谷翔平が敵地ダイヤモンドバックス戦に1番 DH で先発出場。初回の第1打席、8球目の真ん中高めのカーブを捉えると、打球はセンターへと高々と舞い上がった。先頭打者団は2000連発となる44号ソロで、飛距離420フィート、約128メートル、打球速度 108.9 マイル、約 175.25 キロの特大弾だった。これには現地の実況も、空をひっかいた、マーベラス、と興奮気味に絶叫した。これで大谷は今季成績を、打率、293、リーグ5位、本塁打44本、1位、43盗塁、2位、98打点、1位タイ、OPS、999、1位、都市、勝利貢献度を表す指標 RO、ベースボールリフアランス算定、ODH としては驚異の 6.9 とした。シーズンオーカンソン 8.3 ペース、エドガー・マルティネスの史上最高値 7.0 まで 0.1 オーナー模様。おー、大谷王ヘイ。これさえエドガー・マルティネス賞じゃなくて大谷翔平賞になっちゃうよ。DHC 史上最高ってこと？せやね。RO6.9、FO6.53、Lindor6.71 に負けてるやん。DH は守備補正のマイナスがでかすぎるからしゃあない。エドガーの記録ってイチロー1年目？全然前。1995年シーズンや、RO7.0、FO7.0 で単一シーズンで DH のみでの出場で歴代最高値。オスナって4点台で低いんやな。大谷は走れるから実質守備補正脳幹。他の DH は走ってへん。去年まで大谷は投げれるから脳幹だったんだから走るのぐらい許可したれよ。DH 戦後ランキング、6.9、大谷、4.6、アルバレス、4.3、オスナ、1.5、吉田、1.3、JD マルティネス。大谷さんエグすぎ。吉は今年守備ついとらんの？足も肩も通用しなすぎた。吉田割とよふやっててくさ。オズナさん三冠取ったらどうするんや。MVP に関してはオズナは有力候補ですらない。せいぜいさん、4番手や。ワンホームラン王は大谷で決まりだから三冠オズナはないだろ。警察だ、20。オズナ、6。大谷、盗塁。43。大谷、0。オズナ。管理人のつぶやき、将来的に間違いなく大谷さんの名前がついた賞ができるでしょうね。かといって、誰も取れない賞を作っても意味がないので、二刀流に関する賞ができるかは疑問ですよね。皆様が予想する翔平大谷賞をコメント欄で教えてください。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。とはまた次回の動画で会おう。